こんにちは、にちゃん放送局です。突然ですが視聴者の皆さんは、普段生活している中でよく使う言い回しはありますか？今回紹介するスレは、インターネット上や日常で使用されている言い回しの中で、嫌いなものを挙げていくというスレです。視聴者の皆さんの嫌いな言い回しがあればコメントしていただけると嬉しいです。それではご覧ください。ガチで嫌いな言い回し。〇〇まである。逆に〇〇くない。逆に好きな言い回しはこれ。よろしかったですか。これこれ。しかかたん。これわいもこれ好きやない。最近見かけるけど、どういう意味か分かってない。人に指摘したり煽るときに、それは〇〇やろって、てんてんてんをつけるやつめっちゃ嫌いやわ。それはいたもんやろ。文脈、文章ではなく状況を指しているとき。これ地味に腹立つ。仕事でよく見る。前置き全般。つーか、てか、つーか、ま。ツイッター映画感想で一時期よく見た。この映画もう実質ジョーカーみたいなやつ。隅っこ暮らしがかわいそうやったな。まるまるのそれ、指示を無駄に使いすぎじゃねえ、アホやろ。FF は6まで、とか、ターミネーターは2まで、とか。何々は〇〇まで、中。自分の妻をうちの相方が、っていう人はちょっときつかった。妻っていうと切れる外事がおるからしゃあない。時代の流れとポリコレ配慮や。どんなイメージ？ワンちゃんほんま嫌い。せめてちゃんと使えや。違くなる。違かった。違いを形容し活用すんな。ああね、今使ってるやついるのかな。ザクドン、肝心。食料も追加で。折り込み済み？根拠なし。それな。なるほどですね。最も丸々なものの一つ。ワンちゃんはどう見てもノーチャンスのやつしか使ってないから笑える。自分の丸々ができれば競技とか。丸々じゃね、これが一番イラつく。ちょっと待って、見えるか。他人が原稿書いたのかもしれないけど、宮迫は謝罪会見の時かしか、と言っていて、ちょっと見直した。要するに、お乱発するやつは大抵要約できていない。乱発されるとなえる。まるまるなんよ。寒気がする。これ、千鳥の影響か。まるまるなんやがまるまるなんやが、みたいなすれたい死ぬほど憎い。やがやがどうなん外事のせいやな。ずっとも。ほぼほぼ、こみこみ。どっちもどっち。言いたいことだけ一通り言って、文の最後に〇〇知らんけど、ってつけるやつが一番嫌いだわ。それ言っておけば前の発言に責任なくなるって思ってるんやろうけど、そんなことないぞ。関西だとよくある。お前ごときに責任取るつもりなんてないぞ、って意思表示や。南西による煽りかすの言い回しがガチで嫌いやわ。旗から見ても不愉快極まりない。やめたれ、とかな。きしょすぎやろ。それむしろ、イライラさせるためにわざと使ってるわ。たまに自演認定させるのにも使える。芸能人だよ。出させていただいて。共演させていただいて。そんな仕立てに出なくてもって思うわ。あれ、陰無礼な響き。論点変えるなは、だいたい論点変えてるやつが言ってる。三浦瑠璃や。南西のノリをツイッターとかでやってるやつのキモさ。これ絶対うまいやつ。とりあえず絶対って軽く言うやつ嫌い。絶対って使うやつはアホや。言うてこれは言うやろ。うまいということを強調したいだけや、絶対という意味ではない。チーデューとか、チーデューしか使ってない言葉。こういうスレで、脳死で安倍晋三とか、チーデューとか言ってるやつってマジでリアルでも会話できへんねやろな。悲しくなる。でレスつけると嬉しそうに聞いてて、腐って返してくるけど、残念ながらそれは会話やないんやで。言い方悪いけど。と思っていて。なんか、お多用するやつ。まるまるということかと考えております。物理的に無理。ギガが足りない。良い意味で、大抵強めの悪意を含んでいる。まるまるだなも。ん？から始まるやつ、くっそイラつく。あたおか、死ぬほど嫌い、略すな。外事よりはマシ。曲がりなりにもまるまるとかもきしょいわ。そんな言葉わざわざ使わんでええねん。英語で言うけん〇〇を、られる、じゃなくて、出れる。
っていうのすごい気になるけど、これやるやつめっちゃいるよな。可能同士にレを入れるやつか。かけれる、かけれる、入れれる。確かに気持ち悪い。〇〇だよ。世にクエスチョンつけるな。奇跡も魔法もあるんだよ。僕が保証するよ。そうなんですね。〇〇じゃねえっすよ。オタクが、あ、から喋り始めるみたいに、いや、から否定で入るやつ。オタクってすべて否定から入るよな。ひどいやつになると、自学から入るからな。控えめに言うと。これもきしょいな。それはそう。苦しいほど好き。口癖のように、変な話。って頭につけて喋るやつおるんやが、変な話ってどういう意味や。これマジでおるな。自称変な話しかしてないやつ。これくさ。同様に小さい話なんだけど、大した話じゃないんだけどもあるな。聞いててくさ、が苦手です。買った気になってるバカしか使ってないよな。まるまるじゃないですけど。どう考えてもまるまる。令和の怪物。両つべのコメント欄で大概上位に来る。死んだ親父と一緒にやってた。だの。親が死んだ時にこの曲に救われた。だのの同情系グッド古事記はほんと死んでほしいわ。こっちが好きで聴いてる曲をてめえの自己顕示欲で葬式会場にしてんじゃねえぞボケ。めちゃくちゃいいねつくからな。サボ古事記オナニーマンは射精してそう。ツイッターにコンプ持ってるやつ多そうやな。他無謀みたいなやつ。そんなん10年ぶりくらいに見たわ。最近 YouTuber にめちゃくちゃ多いのが、冒頭に、それこそ〇〇。これすごい気になる。なんじぇ発祥の言葉世間的にやたら使われてない？みんななんじぇ見てるんか。残念でもなく当然、の訳かと思ってたわ。正しくは残念だが当然、その派生が残念でもないし当然。例文が辛辣すぎる。傷口に塩塗っててくさ。ナイスパ。100から200人くらいの小規模な配信で、ナイスパでコメント流れるの腹立つよな。大規模配信なら別に流れるもクソもないからええねんけど、小規模配信でしっかりコメント拾ってるのやと邪魔でしかないわ。楽しく使いたい。知らなんだ。わかりみが深い。それはそう。よそはよそ、うちはうち。まるまる定期。定期でもないのに定期つけて、予防線張ってる雑魚が多い。お前ら言葉遣いに厳しかったり、割と独身の才能あるよな。最近はあんまり見なくなったけど、ツイッターの、まるまるなう、が嫌いやったわ。わかる、キモすぎて鳥肌が立つ。こうやって置いていくんやな、ってこのスレ見て思ったわ。老害の素質あるやつ多そうだよな。そうか。ネットの有効ってネットにたむろしてるおっさんの有効であって、若者言葉ではないやろ。現に若者に人気のアイドルグループとかより、話題になるのは昭和ネタとかちゃうか。まるまるしたった。まるまるなのは言うまでもない。むしろ言いたくてしょうがない感が出てる。書き言葉はええやろ別に。すべからく、大抵ご用しとる。ほんまイライラするわ。まとえる、とおえる、これもマジで9割方間違えてるイメージ。それはいろんな説があるからな。辞書にもよるし。語用が定着しとる現代語は受け入れられない方がもう外事や。返信不要。ご存知かと思われますがとか、周知の事実だがやな。知らん奴バカにしてるやろ。語彙力、伝われ。これ。まるまるするやついる？え、待ってっていうやつ。人に対して、使える、とか、使えん。とかいうやつはそれまでどんだけ良いやつだったとしても即縁切りたくなるレベルや。まあ Y 自身がいわゆる、使えん、方の人間だからっていうのもあるが。お前はどんだけ偉いんだよって思ってしまうな。わかる、あまりに失礼すぎるわ。リアルで使ってるやつは見たことないけど。まるまるしか勝たん、わあと何年生きるやろうな、気持ち悪いわ。最近、いや草、っていうやついるけど何が嫌なのか。ネットスラングって気持ち悪いよな。その言い回しは逆に好きなまである。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。